これ観光人よく言う、私も知り合いでもこれ言う人いるけど、皆さんがよく会ってる出会い系サイトの男、一回会って楽しい時間過ごしました、でも次から連絡が来ない、こいつは私をなんて思ってんのかよくわかんない、友達なの、サムなの、付き合ってんの、何なのっていう風に言うときにこうやって言います。皆さんこんにちは、こんにちは、ウェブドラマエピソード3見ましたか皆さん、ぜひ見てください。もう今説明自体が、この YouTube のウェブドラマでやってるので、初めての方はこのウェブドラマで私がドラマで実際使ってる韓国語をリアルで教えてるんだっていうふうに考えていただければと思います。韓国語をスタートしたいと思います。皆さん、高評価よろしくお願いします。じゃあ、スタートしてみましょうかな。난이게정말이해가안돼。난이게정말이해가안돼。これ皆さん、そのまま使えばいいよね。なんていうのは何ですか？私は、いげっていうのは何？こそ、あど、これだよね、これ。なん、いげ、정말이해가안돼。私は、これが、정말、정말っていうのは、本当に、이해가안돼。あんで、なんですか？ダメだよね。ダメ。이해가안돼、がだよね、とりあえず。이해なんですか？이해。이해がわからないとダメだよ。理解っていうのは理解って言います。理解。本当に理解がダメってどういうことですか？理解ができないってことですよ。あんっていうのは何ですか？否定だよね。否定。で、何ですか？で、なる。なるだよね。ならないっていうことだよね。だから理解にならないっていうことは理解ができないっていうことですよ。でも皆さん、これを皆さん何て言うかわかります？이해가할수없어요とか、皆さんこうやって言う。絶対。이해가할수없어요って言ったら、이해가は言えない。日本だと理解ができないんだけど、韓国は、이해가って言ったら、理解っていうのは主語になるんですよ。皆さんの名前が이해になっちゃう。이해가할수없어요って言ったら、理解っていうさんが、それできませんっていうことになるんですよ。うん。이해를할수없어요。こうやって言わないとダメ。理解をするのは無理ですっていうことじゃないですか。日本語もそうじゃないですか。一つずつ言うと、理解ができないんじゃなくて、よく考えてみると基本結果理解をするだよね。で、できないのは理解をすることができないって書くんですよね。おだよね、目的語として。なので韓国も理解をすることができないのように、이해할수없어요、이해를할수없어요、このように書きます。理解にならないっていうのは、何々が되다、がをつける場合はなんでを使います。持ってよとかダメですよ。あんでよはできるけど、持ってよはダメですよ。なので皆さんが、言えるはるそぷせよとか、持ってよとか言うけど、韓国でよく言う言葉は、なんじょんまりいえがあんで、もしくは、いえがあんがもよく言います。いえがあんが。行かない。納得いかないって言いませんね、皆さん。行かない、どこに行くの？ Go なの？ Go？ これと同じなんですよ。同じなので、理解いかないと一緒ですよ。理解いかない、このように理解でもいかないを使えるので、このアンガっていうのは皆様が使うといいのかなと思います。정말이해가안가、정말이해가안돼、これを言うといいと思うんですよ。めちゃめちゃ使えると思いますよ、このシーンって。まあいっぱいあるんじゃないですか。あそこで遊んでるあのカップル、本当になんで付き合ってるのか理解ができないとか、あんなの食べるなんて本当に理解できないとか、皆さん、理解ができないっていうことは、実際めちゃめちゃ使ってるのに、そこでチャンスが来るのに、もらよとか言う人多いし、こういう時に、なん정말이해가안돼。なん정말이해가안가。このように理解ができないっていうのをちゃんと言えるようになるといいなと思います。これもちょっと見てみようか。너는왜얘한테선배라고하냐？너는왜얘한테선배라고하냐？너는오마에와왜나ぜ예こいつだよね。こいつ。한테。한테なんですか？に。to だよね。to。英語の to。に。한테って言ったら、まあ、人間か動物かしか使えないですよ。例えば、ワンちゃんに餌をやりました。に。このに。to。to ワンちゃんだよね。to ワンちゃん。もしくは、お母さんに聞いてみる。엄마한테물어봤다。ワンちゃんに餌をやりましたわ。강아지한테사료를주었습니다。このように言うけど、これが、東京に戻る。東京한테돌아가다。これは言えないですよ。場所には言えないんですよ。場所には使えないですよ。これ覚えてください。너는왜얘한테、こいつに、선배、先輩。
라고と하냐するお前はなぜこいつに先輩とする、これどういう意味ですか。日本で言うのは言う、これ言うってトークじゃないですか、話す。で韓国は말을하다なんですよ。말을하다なんですか。말하다でしょ、말하다どういう意味。말、言葉。하다は何、する。そう、するなんですよ。日本で言うのが面白いのが、言う言葉がありませんでしょ。韓国は何ですか、する言葉がありませんですよ。할말이없습니다。こうやって言うんですよ。なので、これがするが来ると、あ、言うっていう意味があるんじゃないっていうふうに皆さんが考えると、韓国語がより聞こえるようになります。お前はなぜこいつに先輩っていうのになるんですよ。じゃあ、これも見てみようか。형、진원이가나싫어해。형、진원이가나싫어해。あ。형、あ、お兄さん。진원이가、진원が、나、俺、싫어해。日本語で言うと、嫌がるか、俺のこと嫌いなんですよ、実際。でも韓国はこうやって書く。皆さん結構、싫다と싫어하다区別できない人多いよね。これ、区別する方法わかります？싫다っていうのは、나는、너가싫다なんですよ。私は、この、는とがをよく見てください。で、싫어하다の場合は、나는でもいいんですけど、でも、がの方がまあ自然かなと思うんですよ。100% ではないですよ。これも는でもいいんですよ、別に。これが는でもいいんですよ。で、でか、너를싫어하다。このように書くんですよ。が、る、見てみよう。じゃあ、싫어해。って言ったら、형、진원이がが来たよね。ここは何ですか？나를、これだよね。ジノンが私のことを嫌がるよっていうことなんですよ。それがなる、なしろへ。こうやって見ると、どっちですか？こっちだよね。皆さん、だから、これからミスをしないようにしてください。これミスってる人結構多いよね。なぬん、三겹살을싫어요。ここおかしいんですよ。おが来たら、る、る、うが来たら、しろはだなんですよ。なので、まあ、こういう例文はもうたくさん皆さんが作るしかないんですよ。じゃあ、いっぱいあるよ、皆さん。나는、삼겹살을싫어해요。私、삼겹살あんま好きじゃないです、みたいな感じです。まあ、本当に、まあ、嫌なの全部言えばいいんですよ。ただ、私はっていう自分の意見を言うときは、싫다、싫어っていうのが基本なので、例えば、明日、一緒に、家で、泊まる？男が例えばこうやって言ってる。なんて言うんですか？싫어。これ、싫다から来てるよね。で、皆さんこうやって싫어요。싫어요、요つけてもいいよね。こうやって言えばいいんですよ。皆さん。싫어요。なんで？私は、明日、一緒に泊まるそのことが、싫어요。っていうことですよ。나는、같이、집에가는것이、싫어요。これじゃないですか。いいでしょ？ここを見ると、女子が、는といいでしょ？なので、どっちですか？この上、シルターだよね。こうやって書きます。誰かに誘われた時の自分が意見を言う時に、もしくは一つの単語で言うんだったら、しろよ。こうやって言う。あとは、こういうのもあるよ。友達が誰かの悪口を言う時。例えば、皆さんも結構、そういうのあるじゃないですか。私の彼氏の友達はさ、すごい人気ないんだけど、その理由が、いつもくちゃらで、ちょぷ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 、すごいちょぷちょぷちょぷって言ってて、すごいなんか臭くて、服もなんかダサくて、しかも女性に悪口すごいのね、みたいな言ってたら、あ、嫌だーって言うなさん言うでしょ？その嫌だーっていうのは、싫다ーって言うんですよ。あ、싫다ー、진짜。진짜とかつけてもいいし。そういう時に、싫어요って言ったら、私は嫌だ。あ、別に好きになれって言ってないじゃん。だからそういう時に、しろはおかしいけど、独り言のように、嫌だよねっていう時に、しった。こうやって言えば、OK なんですよ。なので、皆さんがこの簡単な単語を一つでも、ちゃんと使い方を分けて、問題なく使うっていうのが、すごい重要かな、と思ってます。그럼확신하자。
그럼확실히하자これ、韓国人よく言う。私も知り合いでもこれ言う人いるけど。그럼っていうのは、それでは。확실히하자。확실히、確実にしよう。これどういう意味？確実にしようってどういう意味になるんですけど、はっきりしようっていう意味なんですよ。はっきりしよう。확실히하자。自分と相手の関係とか言葉の関係とか言い方、まあ、先輩って呼んだ方がいいのか、おっぱって呼んだ方がいいのか、先生って言った方がいいのかっていうのはちょっとはっきりしよう。あ、ちょっと확실히하자。ちょっと計算을좀확실히하자とか。どういう意味ですか？お会計は？はっきりしよう。だから、これはちゃんと割り勘しようよって意味ですよ。計算の확실히하자。誰かが払わない時にこうやって言うんだよね。皆さんが、よく会ってる出会い系サイトの男、一回会って楽しい時間過ごしました。でも次から連絡が来ない。こいつは私をなんて思ってんのかよくわかんない。そういう人になんて言うんですか？はっきりしたい。言ってよ。って言いたいじゃないですか。そういう時に、우리관계를확실히하자。私たちの関係をはっきりしよう。友達なの？何なの？サムなの？付き合ってんの？何なの？っていうふうに言うときにこうやって言います。장미꽃말알아요？뭔데？よく皆さん、이거알아요？저거알아요？とかよく言うじゃないですか、うん、で、こうやって言うのはいいんですけど、わからないときに皆さんがなんて言うんですか？몰라요、알려주세요とか言うんですけど、それよりいいのがこう、뭔데？これなんですよ。何なのどっちかなんですけど、こうやって、返した方が、相手の言葉をちゃんと聞いてるように聞こえます。例えば、私が皆様に、皆さん、チョンガキムチの由来知ってますか？って言ったら、何って言ったら、私が教えたくなるじゃないですか。でも皆さんが、知ってますか？って言ったのに、いいえ。って言ったら嫌じゃないですか。うん、知りません。だったらもう、そこまでじゃん。知るかって言ったらそこまでじゃないですか。なので、몰라요っていうのを、あんまりそうやって堂々と言うのやめましょうよ。もんで？こうやって言うのいいですよ。あとは、もんでよ？もんでよ、かわいいよね。もんでよ？相手がなんか聞いたことに、もんでよって言ったら、何ですかなんですけど、別にからかってないよ、俺。何すか？じゃなくて、何ですか？みたいな感じなんで、かわいいですよ。相手が、これ知ってる？みたいな。軍隊で何やるかわかる？とか言われたときに、あ、もんでよ？って言ったら、かわいい。めっちゃかわいいよ、これ。もんでよ、よく使うのが相手に入るもあるし、알려주세요とかおかしいよ。先生じゃあるまいし。皆さんが会ってる彼氏とか友達とかに、알려주세요とか言ったら、何こう義務付けられてる感じ嫌じゃないですか。それも嫌だし、知りませんっていうのも嫌だし、もんでよとかめっちゃいいんですよ。もんで、うん、これめっちゃ可愛いし、いいよこれ。何みたいな、皆さんも言うじゃん。わからんとか言わないじゃないですか。それと一緒なんですよ。これだからこれ使ってください。これめっちゃいいよ。じゃあ、別れるときにこれだけやりましょう。어쨌든오늘너무신경쓰지말고、잘들어가。어쨌든오늘너무신경쓰지말고잘들어가어쨌든토니까그오늘쿄너무아마리좀더히테띠입니다요네아마리신경쓰지말고신케츠카와나이데다요네신경쓰지말고노이미ですか잘들어가요크들어가하이르하이레요크하이레노이미ですか토니까그쿄아마리신케츠카와나이데요크하이레ってどういう意味直訳するとこれだけど、じゃあ이訳いきますよ。토니까그쿄あまり気にしないで帰ってね。잘들어가っていうのはいい挨拶ですよ。잘들어가。気をつけて帰ってねですよ。これよく使うので、皆さんもこんな感じで使うと他の人と別れるときにいいよね。まあこういうのは言えるんじゃないですか。皆さんが知り合いと別れるときに。おっちゃってん言っても言わなくてもいいんですけど。まあ他の主題で話してるときに挨拶早くしたいときに大体皆さんは自分から言わないで相手から、うん、とにかくじゃあ今日はありがとうって言って相手から多分言わせてません？最後の挨拶を日本人から言うのってあんまり見たことないですよ。あ、だから皆さんが、他の話をしてて挨拶を自分からやってみるのはどうですか？어쨌든とにかく오늘너무재미있었어요잘들어가세요こうやって言うと終わりですよ。簡単でしょ？めっちゃ簡単じゃん。もう一回見てみよう。とにかく今日とても楽しかったです。너무재밌었어요って言ったら想像絶するぐらい楽しかったよ。너무재밌었어。これは너무いいですよ。잘들어가세요。気をつけて帰ってください。こうやって言うとベストですよね。ベスト。皆さんが言うと誰かにおごってもらいましたって言ったら、うん、어쨌든오늘너무잘맛있게잘먹었어요잘먹었습니다잘들어가세요こうやって言ってもいいよね。
너무 즐거웠어요. 잘 들어가세요. こうやって言ってもいいよね。 とても楽しかったです。 気をつけて帰ってください。 これもいいよね。 너무 감사했어요 でもいいよね。 挨拶で。 잘 들어가세요。 はい、今日はここまでにしたいと思います。 皆さんありがとうございました。 また来週よろしくお願いします。 ありがとうございます。 バイバイ。 감사합니다。